三島行き。うん。どっち側がいいんだろうね。あれ？やばいやばい、じゃあもう長崎へようこそ。どこ行くの？長崎は古くから海外との交流が盛んな都市で、鎖国時代はデジモンを通して当時の海外の文化や科学の技術が日本中に伝えられました。イエーイ。こういう歴史的な背景から長崎は早くから産業の近代化がなされ、近代産業発祥の地として日本の近代化の夜明けを象徴するような価値の高い近代財産が現在も数多く残っています、うん、そこで日本の近代化やいいですね、道を探しましたねいやー、立ち入り禁止とか見えたからね、ダメだ、ダメかと思ったね、一回ないと思ったやりました。予想以上でかい。あ、神社いっそ。
神社。え、さっき観光ガイドブックで見たの。すごいな。もうはや廃墟になってるわ。うわーすごい、うわーすごい揺れるね。うん、崩れてるね。ここね、こう、うわーめちゃくちゃ揺れる。うわー揺れる揺れる揺れる、揺れすぎ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 。うわどうですか、ここ雪へ。あ、一周するんだ、左も見せるため。あ、なるほど。天気よし、ね、上陸できるのか。ビルベン、揺れます。海は荒い。先生なんだ、トイレは今のうち。あうわうわ、地下1000メーターの環境は温度30度以上、湿度 95%、
中東南部移植隊になったのが8時間3交代ドローと一生懸命石炭の採掘作業を行われていました。当船は軍艦島東側の海域から進路を西側の海域へと向けて航行をいたします。西側の海域、先ほどもご案内をいたしましたように外海に面した海域、波の影響を受けやすい海域となります。これを大きく入れる場合もございますので、移動されます際はしっかり手すりなどを持っていただきますようにお願いを申し上げます。なお船内現在係の者は回っております。ご気分悪くなられますお客様いらっしゃいましたらお早めにお声をお待ちください。また上陸コースから周遊コースへの変更となっております。現在お手元にコーティーナーでおります軍艦島の上陸チケットを使いまして返金手続きを行いますので、こちらチケットなくされませんようにお気をつけください。特に適当に立たれている方、風邪でチケットを飛ばされる方多々おられますので、十分お気をつけいただきますようにお願いいたします。いくら入ってた？二人合わせて1400円。ああ。じゃあ周遊コースになった。ポストカードもらいました。合わない。さっきの名言言って。お金あげるから上陸する。こんなお金いらねえ。いや。で？金は？金あるよ。時間がないでしょ。ここまで来る時間がないでしょ。そんなに怒ってたとは思わなかった。やべえ。雨が強くなった。長崎は今日も雨。こんな歌あるの？っていう歌が出てた。